はい、今回はですね、兄弟が並んで出演してくれるということでですね元アスカプロと元大使選手に来てもらいましたよろしくお願いしますお願いします大使もう本当、はい、アスカのプロテスト合格、はい、どうでしたあの、本当に、なんか一番近くで見てたって言っても過言ではないのでなんだろう、なんかもう本当にちょっと待ってくださいいや、本当でもどう <laughs> なんかもう辛い時期とかもう全部いろいろ見てきてあんま言葉で表せないようなあの感情なんですけど僕がもう本当に今でもあんまり受かったって信じられないぐらいやっぱりそのプロテストで通るっていうのは性別が違うんであれなんですけど本当にすごいことだと思うし本当に心からおめでとうというよりすげえなって思いますい、ね。 だからスカらからさ、まあ、相談を受け出ている時はやっぱりほらその兄弟だからこそ大変な部分って当然あるじゃない、はい、頑張ってほしいけど、はい、頑張ってってそのまま素直には言えないみたいなこ況があってまあスカも悩んでたもんねそういうのも含めて普通に本当にそれはもう申し訳ないです。本当に いやまあでも本当それはね受かってほしいの裏返しだなっていつも思ってたし飛鳥、はい、もそう思ってたし俺もそう思ってたしなかなか素直に感情表現できない部分ってあるもんね。ねやでも、昨日帰ってきて久しぶりにめ、はい、めちゃめちゃゃ嬉しかったっすねそうだよね。はい、いやもう本当表現できないぐらいね周りに、まあ、もちろん大使もそうだし俺もそうだしお父さんお母さんもそうだったろうし。 もう周りでサポートしてるみんな本当にこの日をいかに待ちわびてたかっていうぐらい嬉しかったし、はいはい、それこそ大使がその抱いてる感情っていうのは <laughs> まあ想像できるしね、はい、ありがとうございます <laughs> <laughs> まあ兄弟だからそのいつでもいい時ばっかりじゃないじゃない、はい、こう関係性がうまくいかない時とかもあるだろうしでもそんな中でそのプロテストの前に日本オープンで「大使のキャディーをやるんです」って飛鳥が言ってる時に。 俺はだからすごくいいなと思ったのね結構直前だからこれは考え方によってはプロテスト近いから、えー、もう自分のゴルフに集中してる方がいいんじゃないかっていう考え方もあったと思うけどまあその話を聞いた時にそういうゴルフを見るのも大事だしすごい大変なことを2人で乗り越えていくっていうのもまた一ついい経験だろうなとも思ってその日本オープンのこうキャディをやってののはどうだったの、はい、初めてあのお姉ちゃんにやってもらったんですけど、うん、キャディーを。僕はプロテスト前に 自分のちょっとでもいいとこを見せたいと思ってたんですけど、うん、全くいいとこを見せられなくて、まあ、結果的に終わってしまったんですけど、うん、レーシュランドでアダム・スコットさんと回らせてもらったときに、まあ、もちろんキャディお願いしてたんで、うん、アダム・スコットさんのプレーを、うん、まあ一緒に見られたので2人で 2>、うん、まそういうのはプロテスト前にいい刺激になったんじゃないかなって思いますあすかどうだったそのとき、まあ、キャディをやってどういう感情になったっていうかどういうことが得られた やっぱり自分の家族だからそれはやっぱり本当に自分的にもう絶対通らせたいとは思ってたんですけどやっぱそういうの一緒にプレイして自分の中ではプロになる前に絶対1回はやりたいって思ってたんでだからこのタイミングでも絶対やりたいなと思ってたしそれでまあ一緒になんか風計算したりとかラフとかもすごい長くてそういうのを見てなんかすごいなと思ったし、うん。うん すんかその自分がプレーしないでこの人のために何ができるんだろうって考えるっていうサポート側の立場っていうのはプロになるとなかなかそういう立場で物事を見られなかったりするからそれはすごくいいことだなっても思うしまたそういう経験もこれからツアーで戦う時にキャディーさんに対しての感謝とか一緒に戦っていくっていう姿勢とかっていうのはすごくいい影響があるんだろうなっていうふうには 思いますそのプロテストに関してもう一回話し戻すと、はい、合格をその聞いたってたライブで見てたんですけど、うん、もうちょっと怖くて、うん、もう全然見れなかったんですけど、うん、まあ見て、うん、最後のパパッと見れる時、ね、ししたときは今回だか YouTube で、ね、LPGA がプロテストをやってくれててもちろん私も現地に行ってるんだけど YouTube で確認してるんだけど <laughs> <laughs> YouTube 見てこうやって順位を確認して。 で、途中全然スコアがアップされなかった。あの時間帯どうでした。僕、その時ラウンド中で、もう本当。回ってみて、回ってみてって感じだったんですけど。やばかった。やばかったね。気が気じゃなかったよね。気が気じゃなかった。結構自分がその試合出てて、そのお母さんとかお父さんとかが。待ってる時の気持ちがわかりました。待ってる側の気持ちが。そうですね。それもいいですね。いつもありがとうって感じです。 <laughs> じゃあ合格が分かった後、大使はこうどういう連絡を多分一番最初に僕に連絡くれてちょっとビデオツアーしたんですけど、うん、まあ僕はまだあ泣いてな、ま、泣いてないんですけど、うん、泣きそうになりましたね。<laughs> 泣いてないらしいです <laughs>。泣いてないの。<laughs> いや潤いはしたっす、ね。<laughs> いやでも本当ね、もう現地行ったらそうなるよ。だからもう最初アスカ最初ね来て。 あの映像はだから会場の外でね皆さんに見せたあの映像っていうのは YouTube 用にちょっと会場の外で花束を渡してちょっと話してもらおうと思ったら全然話ができない状態になっだったんだけどその前にあったシーンはあの飛鳥がバーってきてでまあみんなこう飛鳥がすごい泣いててまあお母さんも、まあ、周りの俺も運転泣き崩れてはないけど、まあ、すごく感情感極まってる状態になってなんかすごくね 感情が爆発してたね。<laughs> し,<っ> <laughs> してたね。でもそんな感じにやっぱりなるよ。それはなりますよ。すね、間違いない。なりますよ。もうそれは大使がいついつの日かあのツアーでね勝ったり、まあアメリカで活躍する日を夢見て、そこでそういうのがあったらまたそういう風になってくるだろうし、本当に期待してますよ。もう本当。私がだってもう元家というかねこの二人と出会ったって言ったらもうどんなちっちゃい頃から知ってるっていうぐらい。 大使なんか小学校1年生ぐらいからもちろんその時には先生と生徒っていうか間柄ではなくて本当にジュニアゴルファーの一人っていう近くにいるジュニアゴルファーのお友達の一人ぐらいの感じだったんだけど本当に素晴らしく2人とも成長して頼もしいもん本当にびっくりしちゃう <laughs> <laughs> ちっちゃい頃の大使のイメージ確かにアスカももう本当にコリスのようにこう。<laughs> それが大きくねこうやってプロになって成長したっていうのは感慨深いものがあありりまますすねかかこうありますか逆に対、まあ、でも本当にアスカがこういうふうにプロデュースに合格して今度は自分の番だからもう本当に頑張らないといけないっていう焦りとモチベーションのすごい出てきたので、うん、まあちょっと苦しいこととかでもちゃんと我慢してできそうなのでこれからも井上さんと。 アスカとチーム井上さん頑張ります <laughs>、うん、本当、大使がこれから達成したいことに対して、私もできるだけ協力したいなと思っているので、もちろんこうアスカの未来っていうのも、ツアーで、ね、優勝したり、トップ選手に駆け上がっていくっていうところを、まあ、しっかりサポートしたいなとは思っているので、え皆さん是非です、ね、ぜひ今後とも元アスカ元大使ともどもです、ね、応援よろしくお願いいたします。あ、うん、ありりががととううごござざいいままししたた いつもご視聴ありがとうございますチャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします絶対にうまくなるぞ